ヒヒフォは、トンガのニュアトプタップ島にある村で、道東の中心集落である。トンガ語で、西を意味するヒヒフォは、ニュアトプタップ島の西部に位置し、郵便局や警察署を含む公共施設や政府機関が立地する。島内には他に、ファレハウとバイポアノに村がある。ヒヒフォは2009年に発生した、サモア沖地震とそれによる、 津波の影響で広範囲に被災し、多くの死者を出した。8.0MW の地震に伴う津波は、サモア諸島地域に現地時間の2009年9月29日午前6時48分11秒に到達した。津波フラットンズビレッジズインサモア、トンガ LA タイムズエアリアルフォト、ハットエール、ジャゼーラエージェンシーズスコアーズデッドアフター、パシフィック。 津波2009年9月30日 US ジオロジカルサービスマグニチュード8.1サモアアイランズリージョン2011年9月5日ありがとうございます